And now we're talking about writing cards. How to write Christmas cards, Valentine's cards, birthday cards, sympathy cards in English. そういう時期がね、ぼちぼち来てるから。そう、クリスマスカード。送りたいね。送る？送ってみたいかも。せっかくこっちにいるから。あ、そうか。冬越すっていうか初めてだもんね。うん、初めて。あ、すごい楽しみ。でもね、日本とはちょっと違って、こっちはクリスマスカードを送るから、クリスマス前に送るのね、結構、何週間前に。うん、もう、日本は、日本でいう年賀状みたいな感じ、うん、日本はなんか年賀状、いっぺんに来るよね。いっぺんに来る。そう、びっくりした、日本に住んだ時に、いっぺんにこう、こんなたまり、うん、そうそうそう、郵便屋さんがね、郵便屋さんまで発送しないの。そう、それ面白い。なんか、なんかそれすごい1日がすっごい楽しみで、うん、でも郵便屋さんいつも昼ぐらいに来るから、ま、1日はみんな働いてんの郵便屋さんはね郵便屋さんは働いてるすごい、ね、えらい、うん、カナダは絶対ないよねそれは、まあ、この書き方いろんな書き方あるかもしれないし、ね、人は人によって名前だけ from なんとかに書くかもしれないし、名前だけサインするのが多いかも、うん、まあもうできたカードはそうか出来上がってるんや、ね、全部なんか真ん中に書いてあるけども、うん、ちょっとパーソナライズしたいときは自分でメッセージを書く、うんそうね、まあさっきなんかハガキの話だったけどこっちはやっぱりなんていうのかな封筒に入れて送るっていうのはなんか礼儀みたいなさちゃんとしたものを送ってるっていう、うん、なんかあんまハガキってハガキって基本的に使わないよね封を開けて中を見るっていう楽しみ、うん、それが楽しみ、うん、そういうのがやっぱあるからねだから、うん、なんか一種のプレゼントみたいな感じあそうそうそんな感じでこっちもねクリスマススタンプがあるしね、うん、それをなんかそれも可愛いしで This is a ちょっと硬い言い方、うん、でもよく使う、うんうん、is wishing you and your family a very merry Christmas and much luck in the new year まあ一応なんかこう決まった新年明けましておめでとうみたいな、うん、あそう決まった決まり文句みたいな、ね、まずは merry Christmas and a happy new year だよね、うん、こっちはだから日本はもうハッピーニューイヤーと新年越してからだというふうに思ってこっちはもうその新年に向けてのお祝いっていうか、そっか、そういう感じになるから、うんもうクリスマスの時点でハッピーニューアーって言い始まるよね言い始めるんよ、うん、で気をつけないといけないことはこっちのカナダに住んでる人たちは必ずクリスマスをねセレブレートするわけでもない、うん、いろんな宗教によってね宗教、うん、そうによってジューイッシュの人たちはクリスマスはね違うよね、うん、クリスマスセレブレートしないし、うん、日本人だってそうだね中国人だって、うんうん、今日なのででも一応こっちも一応クリスマスの、うん、ホリデーはある休みはあるので、うん、こういう言い方もあります Wishing you a safe and happy holiday season、うん、So Christmas, Merry Christmas もないし Happy New Year もない、うん、Chinese は Chinese New Year を祝うから、うんそれは2月とかだよね普通だから1月にHappy New Year をしない人もいるから、うん、So you just say Wishing you a safe and happy holiday season Happy、うん、holiday season がキーかなこれは、うん、Holiday season、まあ、一番ベーシックな書き方要するにそのクリスチャンなくて何でもなくて、まあ、いわゆるただ単純な新年の挨拶カード、うん、というのでやるとなると Seasons Greetings とか、うん、Seasons Greetings、うん、それが一番なんて当たり障りのない、うん、セーフな書き方、うんうんうん、だから相手がどんな人か分からないクリスチャンじゃないのにクリスメリークリスマス言われても、ね、困るから、うんこううん、人にメリークリスマスっていうよりも、うん、ハッピーホリデーズの方がなんかセーフかも、うん、基本的に人に言う時に、うんそうね、で基本的にやっぱテレビでさそのクリスマスの時に、うん、メリークリスマスっていうよりかハッピーホリデーハッピーホリデー Yeah, you don't want to offend anybody ねそう特定の人だけを対象にしたいのは、ね、挨拶にならないように、うん、ああそういう意味があるんだ大きくなんかみんな考えてるからねこっちはそうこっちはね Well, let's move on to say wedding What do you write on a wedding card? Congratulations on your marriage or wedding wishing the both of you a long and happy marriage この、まあまあ、wishing っていうのがね多い wishingwishing から始まる、うん、wishing you a happy holiday season wishing you a happy marriage wishing you a happy birthday wishing you カードを見るとあこっちのカードを、ね、見るとね、うん、wishing が多い and last one how about this is a little difficult too sympathy we are thinking of you our deepest regret somebody お悔やみカードっていうかね、うん、if somebody、まあ、お亡くなりになられたとか、うんうん、so if somebody does pass awayit's called sympathy, ね? Sympathy card.
So if you are sending flowers, you call it a sympathy arrangement. Sympathy っていうのはもう誰かが亡くなったっていうことだから。Mm-hmm. So sympathy card, you can just say our deepest condolences. We are sorry for your loss. So that's something like that. だと初中見舞いとかね、うん、あるけども。Oh, that's why my uncle sent me an email card. I didn't understand why he was sending me a random card. 熱いって書いたの分かったんだけどね。うん、なんでカードって思って、そのまま無視しちゃって、失礼でしたね。あら、うん。じゃあ来年は先に、おじさんより先にメール出してあげたわ。来年はね、うん、そう。